ツイッターのプロフィールに HSP という文字を見るので調べてみました。すると HSP というのは研究段階の概念であり診断名でもないということでした。ひろゆきさんは HSP についてどのような考えをお持ちですか？繊細だと自称する人にはどのような思いがあるのでしょうか？まあ結局自分は繊細だから周りの人に自分を大切に扱ってね、でもし万が一自分がやらかしちゃったとしても、それはあくまでそのシンドロームのせいで病気とかのせいなので、私のことを優しく受け止めてねっていう、単になんかわがままな人っていうだけなので気にしなくていいんじゃないかなと思います。ただ基本的にはそのツイッターのプロフィールで何らかの精神的な病気のそのなんかまあ名称だったりを載せてる人っていうのは基本地雷なので関わらない方がいいと思いますよ。そのどういうその病気ですとかってプロフィールに書く必然性ほぼないんですよ。まあ、その大腸がないです、大腸のない人同士その情報交換したいからなんか集まりたいですとかであれば全然好きにすればいいと思うんですけど、その精神系の病であることを主張することって結局そのメリットってほぼなくて、ただそういうことによって自分は免罪符が欲しいっていう弱者アピールに使うんですよね。で弱者アピールをする人間って基本ろくでもないので仲良くなった方がいいことないですよ。はい、要はその例えばじゃあ僕がすごいとこうしました、で弱者アピールしてる人がいました、でそうするとそのあなたはこれだけ得をしてるんだからこれぐらいもらうべきであるとか、要は私は弱者なんだから報われるべきであるとかを当然のように言ってくるんですよね。っていう感じでその周りに何か自分がされるのが当たり前であるっていう風なのが近くにいるとすげえ疲れるんですよ。でまあ例えば友達同士でギブアンドテイクじゃないですか、なんかじゃあ奢ったらこの会社ねみたいな。でもその弱者アピールする人って、私はそれがされるのが当たり前である、なぜなら弱者だからって論理でくるので、なんでギブアンドテイクも成立しないので関わるだけ時間の無駄なんじゃないかなと思います。